初心者の初心者による初心者のための実況きよきよです今回はあのですね資源が欲しいもうですねやっぱねクラクラやってるともう絶対に付き合わなくちゃいけないのがやはり資源ですよねもう資源は全然取れないわけですよまあ取れますけどもそのねやはり次の壁にするのに私50万かかりますまあ次の次の次の壁は100万かかったりもうですね ドクロ壁にするのはもう完全に灰人の領域なんですよあの紫濃い紫壁にはまあ20万まあこれはまだまあ中級者であったり初心、まあ、初心者はないけどまあ中級者だったら余裕なわけですですが50万は本当廃人の領域になってきてしまっているのでやはり低コスト低時間ええー、高高報酬みたいな感じがやっぱ一番いいんですよすぐ生産してすぐ攻撃して もうめっちゃ入るみたいのが一番いいな一番んですねそんな時にそんなあなたのハートをい抜くそうアーチャーですアーチャーですまあ過去ログというかまあ過去の攻撃履歴を見てもらえばわかると思うんですけどもまあ一番下でまあ13万も13万低いですねここら辺低いですねですけどまあたまにこういう33万アーチャー200体に えー、バーバキンという感じでこれも186体で23万まあちょっとここら辺は13万12万まあ22万であったりうんまあちょっとそうですねまあ最近ちょっと平均がほんとなんか19万ぐらいになっちゃってるんですけど基本的にもうアーチャーで鴨村だけを狙っていく、まあ、その方法なんですけれどもこれどういうことかっていうと基本的に資源となる そのポンプであったり、えー、金山というのは基本的に外に入れるんですよあ外に出すんですよなのであのー、クラクラをですね全然起動していないとここにたまるんですここにここの収穫量ねところにたまるんですよたまるのでそれをアーチャーだけで狙うアーチャーをここら辺に置いて狙うというのがアーチャーゲーというねまあ資源集めは本当にアーチャーゲーなんですよね とといいうことで本当はアーーチャーをおすすめいたします。もうこれだったら完全にめっちゃいい村ですからねから基本的に今その金山金山は外にあるのでそれを狙ったという戦法でしたご視聴ありがとうございました